全国宅建受験生の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、それでは令和4年度ですね、宅建試験のですね、裏回答速報会ということでね、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。レック水野塾の水野と申します。どうぞよろしくお願いします。日建学院宅建宮崎塾、宮崎信也です。どうぞよろしくお願いいたします。日建学院吉野塾の吉野哲則です。よろしくお願いします。いやーすごかったですね、今日もね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構な問題がね、出ましてね、大変でしたね。やっぱ難しいですよ、宅建試験ね。難しいですね。本当に難しいと思います、ね、見た瞬間に、うん、これ何って感じで、うん、こんな問題宅建で出すみたいな、うん、いありますよね。あとちょっと解きづらい問題とか、うん、これちょっと作り方どうなのみたいなね、文句言いたくなる問題もね、うん、そうね、うん、いやなかなかいくつかあったね、うん、ありましたね。いやこれちょっと作り方微妙だよねと思って、いやこれ微妙だよねっていうのありましたね。まあ、そこら辺も踏まえてね、はい、うん、合格点とか、はい、まあ、レックもね、日経も出してるんですけど、はい、実際個人的に我々どうなのかなっていうこともありますからね、はい、うん、じゃあ行きましょうかね、はいはい、まず権利関係ですが、はい、まあ、難しいんですよね、もともと権利関係は。うん、組み合わせとかも個数とかも出たのもね、衝撃的でしたね。うん、そうですね。なんか新しいタイプの失踪宣告が出ましたけどね。あとね、あ、失踪ね。あとで発見されてよかったですね。なんかほっとしちゃってね、なんかね。まあそうですね。うん、ちょっとあの亡くなったと思ったら生きてたのみたいな、ね。そうだね。いろいろ衝撃ですよね、あれね。いや、そう、関係者からしたらよかったよね。まあよかったですけどね。でもね、そういう感覚って大事ですよね。でしょ。だからそれが痛かった。問題読んだ時にどういう情報か思い浮かべて、亡くなったと思った方がね、こう見つかる、発見できたわけだ。いい話じゃないですか。そうなんだよ。そしたらどうなの相手はってね。そうそこってさ、その、うん、ハートでしょ。そうなんですよ。こんな覚えてないでしょ、はい、ハートなんだよ。問題自体はちょっとあれだけどね。でもね、でも解けないですあれハートあれハートは解けない。だって全員だって死ぬかもしれない。ハートでハートで感じて問題見て、あれは無理だよ。だって生き返った人からしてみる、生き返った人からしてみる、俺の財産返せよって話になるから、ね、そう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 。ではそっかそっか、あれ日頃の行いですか、やっぱり。いや日頃のよぼよぼのおばあちゃんがいたら席譲るとか。あ、もう当然ですよ。だからね、そう、だから勉強よりも大事な、人として大切な何かをね、分かっていただくと、これ当たったような、はい、そんなまで。難しいね。あれ難しい。いやいや、無理です。あれはね、あの司法試験とか司法書士レベルになっちゃうから、うん、そうだからね、あれはきついですね。今日、今回の問いの1とか問いの2から見たときに、はい、なんか権利やばくねみたいな、これできちゃうじゃんみたいな感じがあったんですけど、その後がね、なんかなかなか、はい、そうですね。なんかすごいのが出てきましたね、いっぱいね。はい、じゃあ見てまいりましょうかね、はいはいはい、じゃあ問いの1の判決文ですが、はい、うん、なんか判決読まなくても平気な感じの問題でもありましたけど、はい、そうですね、はい、まあ、正解者はね、耐震的客車を評価されるとない限りっていうかね、じゃあされたらダメじゃんみたいな、ね、はい、そこで見つけられた3番ですか、はい、うん、そうですね、まあ、一応判決文とはリンクしてますけどね、うん、そうね、はい、リンクはしてたね、はい、だから知識なんか分からなくても読めば ね、 ね、はい、よかったかなっていう問題。そうね、今水野先生、シリかなんか反応してますよね。そうなんだよ、なんか反応しちゃっても判決文で検索してくれてますよ。なんだろう、判決文を聞いてねえしね。ああいうね、このアップルウォッチごときで、ね、はい、まあこの問題、受験生の出来も結構良かったみたいですね、うん、あ、そうです、 85% 前後ぐらいの成果となりそうな見込みです。はい、そうですね、はい、はい、じゃあ次問いの2ですけど、これもね、なんか遺留分の、まあでもちょっともしかしたらね、はい、あの遺留分の放棄については最近あんまり出てないので、うん、そこで悩んでしまって正答率もそんな高くないと思うんですよね、うん、それに関しては 50% 60% ぐらいじゃないかなって思うんですね。そうそう、これ結構、はい、やっぱ使ってる教材で差がつく問題ですね。そうですね、なるほどね、問題集で入ってないと、はい、多分多くの方これ知らないってな可能性ありますね。そうですね、でも過去問じゃん、遺留分放棄とはね、相続放棄、そうなんです、そうなんです、だからここはもうぜひね、取ってほしい問題ではあるんだけども、あの勉強してる教材で差がついて、差がついちゃうから、ね、うん、そういう内容になってます。逆に言ったらなんかいろんなことをやりすぎるとここら辺ぼやけちゃってね。そうですね、うん、そう、遺留分の放棄の許可を受けると遺産相続する権利を失うっていう、こういうフレーズでの過去もないんだ、うん、フレーズが違うのか、なのでその辺を放棄すればもうないんじゃないかって勘違いしちゃう人はもしかしたらいらっしゃるかもしれないですね、うんうん、なるほどね、まあ、相続放棄と遺留分も違うっていうね。そうですね、そこら辺の話でしたね、はい、はい、じゃあ問いの3、はい、まあこれどうだったのか、正答率は、まあ、結構高いと思います。正解率高いですね、はい、8割を超えそうな見込みですね。なるほどね、やっぱ18歳成人か、はい、うん、まあちょっと聞く角度がね、微妙というか新しいような、 そんな過去もないので、うんうん、18歳のものは年齢を理由とする後見の欠格上に該当しないって、まあこれ一応そのままね、正しいって話になるんですけど、うん、ちょっとその問われ方っていうのが今までの制限行為能力と違うので、まあ、ちょっと戸惑ってしまった方もいるんだけども、なんか他の足と比べてこれが一番正しそうだなっていうふうにね、
選んだ方が多かったですね。すごいですよね。よく皆さん思ってるよりも受験生の方が、はい、ね、正解してたようなので、あとまあ18歳でさ成人になったからさ、はい、これ正解者にしたかったんじゃねえみたいなさ、それはあれかもしれませんね。向こうの視点、向こうがなんかね、向こうってあの試験作る人ね、うん、どれを正解者にしたいんだろうって考えたら、うん、やっぱ18歳成人はね、うん、なんかこう知ってるだろうって、うん、ね、こう角度がね、そうですね、ちょっと意外な ね、 意外なねところで飛んできたけど、ね、うん、なんか選べたのかなっていうところ、はい、はい、次問いの4はどうなんですか、正答率はね。問いの4番は、まあ、5、60%ぐらいかな、ね、まあ、正答権の問題だから、うん、はい、まあ、あの1番すごくシンプルな問題で大科弁済で、うん、まあ、大体どこのテキストにも載ってるような基本的なところなんですけど、うん、2、3、4で読んでいくと結構悩んじゃうかもしれないですよね。あ、2番は2番と言われるのと建物だからね。そう、土地にはね、これだからさ、うん、1番と2番の順番入れ替えたら正解相当下がるからね。あ、可能性あるね。あと3番も一括競馬の話だと思うんですけど、申し立てなければならない、うん、義務じゃない。でもそうだね、だからもうやんなきゃいけない一括競馬っていう知識が覚えちゃったら、うん、あれじゃなきゃいけないって思って、うん、引っ張られない。そうかな、やっぱり、ね、そこで2番選んでる方が2割ぐらいで、うん、3番選んでる方が1割ぐらいのような状況で、うんうん、まあね、こうやっぱり1番のところで丸打てないとちょっとこう2とか3とかで揺さぶられちゃう。そうですね、4はいないですか。4はあまりなかった。あ、でも4もでも 10% 弱いらっしゃいますので、多分普通に第三取得者って読んじゃうと、そうそうそう、定当権消滅請求できるよねで終わっちゃう。 B が借金してる人って読み取られる。そう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 、結構これ作りが巧妙で、うん、これ選択肢の1番が下の方の4番とか置かれたら、うん、いや多分また10%ぐらい変わる、 10%、20%変わる。そうそうそう、変わってたと思うんだよね、うん、なんかね面白い問題だったよね。はい、そうですね。まあでも基本的な知識を、うん、まあこういうふうに角度を変えて応用問題で問うっていうのは今後続きそうな気はしますね、うん、そうですね、うんうん、はい、じゃあ次です、問いの5。あ、来た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 。これね、これ全然合わなかった。いていうかダメだ、もう知らん。いや、これもう司法試験とか司法書士レベルの話なの、機関計算はね。機関計算ってでもね、これも、うん、多分今の分かんないけど昔の司法試験の学問とかだと、うんうん、そのやっぱそんなに出ないテーマで、うんうん、あの条文の強みとかしていて、うん、一通り受験生がまあ対策で抑えるかなっていうレベルの内容なんだよね、うんうんうん、だから そこを考えると機関の計算、宅建試験で出すんだと思って、うんうん、衝撃を受けましたね、うん、この問題は、うん、まあ、確かに契約書とか、ね、作るときにはそうだ、当たり前なんだよね。当たり前なんですけど、そうそう、ね、でもただ当たり前なんだけども、これをじゃあ法律としてどう考えてるかって、それ考えてる受験生多分いないと思うので、そうだからここはまあこれきっかけにまあね、うん、こう学ぶ素材としてはいいかなと思うんだけど、受験生にとってはしんどかったと、ね、しんどいですね。しかも数字とかいっぱい羅列されると、うん、結構これ民法でこれやると判断鈍っちゃいますね、うん、ただこれね、多分、うん、あの正解率は 50% 超えたのは、うん、1番は契約締結後か1年後だから、うん、10月17から数えて1年後って16とか17とかって、うん、まあ、考えてみる、うんうん、で2番のところは契約締結から1ヶ月後だから、うん、8月の31末日ですよね、うん、でその1ヶ月後だから9月の30、うん、末日でいいかなとか、うん、まあ、こういう形で考えていくと、うん、なんとか正解出せるんですよね。なるほどね。あ、素直にね。そう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 、うがった見方とかなんかをして、実はそう日本語の感覚的なものでいけちゃった方も結構多かったような気がします。だから諦めないでほしいなと思って、うんうん、あのちょっと変わった問題が来ても、うん、読んでみて自分のこう分かる範囲で考えたら、うん、結構いける場合もあると思うんでね。そうですね、うん、だから多分ここは極端に正答率下がらなかったのが、うん、おそらくそうやって現場で判断して、あ、そうそう、読んでね、そうそう、読んで頑張って、それでこれが一番正しそうだなっていうのを選べた受験生が多かったんじゃないかなって感じですね、うん、やるとやっぱ全然分かんない。そうですね、分かんなかった。はい、問いの6は、これはこれ7割くらいいきそうですね。はい、まあ、賃貸借、使用貸借の、まあ、比較テーマはたまに出ますもんね。そうそう、はい、うん、まあ、使用貸借なんか出始めたね。そうですね、うん、私結構使用貸借好きなので、うん、もう出てくれて嬉しい。ただで借りるのがただで、ただが好き。いやでもほら今年は、うん、あの配偶者短期居住権なんかも出る可能性あるかなと思ってたんで、あのまあ使用貸借もね、 でも順番的には、うん、まあ、賃貸借があって借家があって借地があって、うん、抑えた上で使用貸借だとは思うんだよね、うんうん、だからこうやっぱそこまで手が回るかどうか、うん、でもここまでやっぱ手回さないと、うん、実際にやっぱり正解率が7割ぐらいありますから、うん、やっぱりこれちょっともったいないかなと思うんですよね。そうですね、正答率正解のところで見るとやっぱりちょっと取ってほしい問題ではあるんですけどね、うん、多分見たことは何だよ、ただだからあんま保護されないよね。そうですね、その感性でいける問題がだったのかな、はい、権利関係だと4番目に正答率が高いのかな、うん、だからよく皆さん頑張ったのかなと思いますね、うんうん、
はい、はい、まあ、3番でしたか。じゃあ問いの7ですね。あ、来た来た、これですね、これね、うん、これね。これ今吉野先生ね、あの民法研究家で一応失踪やったでしょ。でもそれね、すごいやっぱすごいなと思うのは、今の所有者が不在になってる不動産がすごい問題になってて、その所有者不在のところでやっぱこう失踪宣告っていうのはすごい重要なテーマなんだよね。そうなんですよ。で、あの来年っていうか、もう今年、来年か、来年で物件が改正されて ね、そこで共有財産とかっていうのが少しずつ変わっていくんですけど、やっぱそれを伴って失踪宣告使う方今ね増えてますので、 そのネタに使ったんですけど、まさか出る、まさかこれが来るとか。でもこれは解けない、本当に対抗問題が出ると思わないでね。これは解けない。で、僕も失踪宣告は模試で出題しようかとかすごい悩んだから、うん、すごい分かるんだけど、この問題は思いつかなかったね、さすがに。なるほどね。これはまあ本当司法試験、司法書士レベルですね。行政書士でもほぼやらないですよ。そうだね、判例でな、はい、でもハートだよね、やっぱね。いや、解けないって、これはハートで解けないって。いや、ごめんなさい、僕のハートでもちょっと難しいですよ。多分先輩のハートが3個ぐらいあるんじゃない。そうか、行方不明の人がさ、いたんだよ。うん、よかったじゃん。ね、そうすると返してあげようよ。でもそうするとそうだけど、まあわでも1、2、3は共通じゃないですか。まあ全然だからね。で、あと意図う、まあ絵は外れたとしても、意図うってこうね、どうします、どうします、意図うで悩みますよね。両方善意じゃないとさ、かわいそうじゃん。だって、まあ、そう、まあそれ確かにね。でもちょっとこじつけっぽくないですね。これ無理だ。いい悩むと思うんですよ、いい。そう、いいね、悩みが悩むんですよ。 C も善意だから、だから A も守ってあげたいし、 C も守ってあげたいから、そこでやっぱハートがですね、ただね、虚偽表示、すいません、ハートがちょっとまだ未熟で。そうだな、生きててよかったねっていう、その大その人を大事にする気持ちを持てばね。無理だよこれ。いや、勉強やりは、いや、これしかも問われ方がまた面白いですね、これね。あ、面白かったね、この組み合わせ的な問題はね、ちょっと初見ですね、これはね。難しかったね。これやっぱり実際2位選んでる方が多いんですよ、うんうん、なるほどね、うんうん、はい、なるほどね。2位選んでる方が6割超えてるので、はい、だ2位選んだ方はもう、あの、やむを得ないと思いますね。いや、もうこれはもう事故ですから、もう取らないです、ほんとに、はい、うん、取らせない問題だね。取らせない問題は出てきますから、ね、問いの8はどうなんですか。いや、これ難しかったじゃないですかね。そうですね、地上権と賃借権で、まあ、例えば地上権で触れる機会って、抵当権の法定地上権か、あとは借地借家の借地の借地権の定義のところで地上権触れるじゃないですか、うん、そこでどこまで地上権を、うん、あの、知ってるかっていうところの問題になってくるんですけど、ね、そう、だから地上権、そうだな、地上権の違いってな、まあ、まあ、講義のあれで、まあ、そうですね、入ってなかったりするもんね。あ、でもね、これ答え出すだけだったら、うん、多分賃借権だけで答え出せません。賃借権だけで、あ、だから賃借権できないってね。そうそうそう、抵当権できないね、うんうん、それはやっぱ知らなきゃいけないことですよね、うんうんうん、確かにね、まあ、あとはこれ比較させる問題ってやっぱ受験生苦手なんで、ね、あ、苦手だよね、うん、これやっぱ難しいと思う。難しい、うん、ちょっと難しい、2と3と4でやっぱ割れてますよね、うんうん、だからまあそうですね、基本、あ、1、2、3です、ごめんなさい、1、2、3で割れてますね、うん、基本知識があれば解けるっちゃ解けるんですけど、ただやっぱりこうやって比較されると、しかも地上権ってあんまり聞き慣れないので、うん、そこで迷っちゃう方はね、そうだよね、うん、まず問題見た瞬間にちょっと気が打ってめいるよね、うん、しかも最初に地上権ってくるから、そうそうそう、最初賃借権だったらまだ分かるけど、いきなり地上権ってくる、打ってなっちゃうから、ね、確かに打ってたからな、うん、まあ難しいね、うん、そうですね、難しかった、はい、難しかったと思います、はい、で、9番もね、辞任だから、ね、そう、これびっくりしちゃって、これはね、問題、辞任、いきなり辞任って何の、何を聞きに来たの、ね、今日合格してさ、うん、これから宅建士になるまでいきなり辞任ですからね、そうそうそう、なんで辞める話みたいな、辞めるだからね、うん、まあ、多少なんか考えていけそうな足もあるんですけど、うん、全部はちょっと厳しいですよね、親権者は法務局に届け出を行えば、うん、ね、親権辞することができるって、うん、親をもう辞めたいって届け出でいいかって話はね、ね、面白いですよね、しかも法務局って法務局法務局ってね、結構法務局ってすごい斬新ですよ、でも法務局って一般の受験生だとあんまり分からないから、まあ、ね、法務局の役割って分かんないですからね。法務局登記書版はね、そのね、供託関係ですね、あとね、あの戸籍とかね、そういうね、もう多少やってるからね、そうですね、そういうのあったりね、なんか人権どうのかね、まあそうですね、いろいろある、ね、あるけど、さすがに法務局に紙ペテ出せばね、あの、親辞められるかって、そんなことでしょみたいな。それはないよ、いや、でもやむを得ないからさ、みたいな。あ、そこでね、どうしようもねえだけはなんかね、まあね、ごめんなさい、もう無理です、もう無理です、もうちょっと親辞めたいですっていう話ですもん ね、でもね、今多分突破できたと思うんだよね、うん、でもウトエがね、ウトエがね、多分きついと思うんですよね、これ、うん、知らないとね、もうね、うん、無理だもんね、そうですね、うん、いや、これも取らせないと、ここはもうしょうがないですね、しかもね、だからここもしょうがないです、ね、ここはもう本当ね、満点取らせないような
満点ブロッカー的な問題かなっていう印象を正直受けちゃいますね。毎年そういう店ね、もし見せるさ、うん、なんかもう得体の次第なら出すから、うん、そうですね、さも難しいわ。はい、はい、問いの10、これ結構できてると思います、ね、そう、60% 超えてるみたいなんで、やっぱこう消去法でね、うん、その1番、ね、3番、4番、バツって、で2番も特に変なこと言ってないから、うん、あ、そうかなぐらいで、うん、いや、ここね、ちょっとね、怖いのが、うん、問いの10の選択肢4なんですけど、うん、これ、うん、あの B は登記を備えなければ、うん、その所有権を時効完成時においてって書いてある、これ5とかって読んじゃうと、うん、ここを丸しちゃうんですよね、うんうん、時効完成後だと結局登記なければ対抗できないじゃないですか、うんうん、でもこれで時効完成時にそもそも最初からあの第三者がいたっていう話なので、うんうん、先に第三者が登場してるじゃないですか、うんうん、時効の完成した瞬間もね、もういるってことですか、ね、いるんだからね、時効完成前の第三者なんだけど、これ読み取れればいいけどね、そう、読み取れれば大した知識ね、はい、よく出る知識でな、字を5とかにしちゃうと時効完成の時において、うん、ここにすでに所有者であったって部分をちゃんと読めるかですよね、うん、そうなんですよ、時効完成後とかって読んじゃうとね、結構もしかしたら厳しいかもしれないですね、うん、はい、はい、正答率どれぐらいなんですか、 60% ぐらいですね、 60% 超えてますね、はい、65% ぐらい取れてるかな、はい、はい、11番着地、はい、いや、ここは受験生の方大変だったんじゃないでしょうかね、うん、結構そうですね、答え出しづらかったんじゃないかと思いますね、難しいよね、うん、やっぱりこの 50% ちょっとで、うん、まあ借地点数取ってほしいけれども、ここはちょっと迷うなっていう、うん、まあ、できれば取ってほしいけど結構失点しちゃった方もね、これはしょうがないかなっていう感じもしなくもないですね、まあ、取ってほしいけどやむを得ないかなっていう、消去法ならな、延長、承諾はない、うん、生ずる、罰生じない、はい、まあ、で転借地権は分かんないか、そう、そこもきついと思うんですよ、戦借地権わかんないけど、でも再築できないっておかしいだろうっていう、ね、そう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 、だからでもさ、3番だから言ってることはちょっと難しいからね、そうなんですよ、ね、それが自信持って丸は絶対打てない、そう、だからそう、そこなんですよ、で4番もね、また、うん、でも4番相当額払うって、うん、あるだろう、払うだろう、使ってたらそれはそれで、間違えてる人一番多いのは4番なんですよ、あ、そうなんだ、そうなんです、あの、あ、まあ、1番と4番が、うん、あの 20% 弱で、2番が 10% 強で、うん、やっぱりそう、そうだ、やっぱ4番は、うん、まあこの場合はそうかなみたいな感じになるんですよ、まあ、買取請求権行使すると売買契約成立するんで、その時点で同時履行の関係になるんですよね、うん、だから相手がやらなければこっちもやらなくていいってい う、その考え方があると、そういうことか、やんなくてもいいんだから賃料払わなくても占有し続けることできちゃうんじゃないかなっていう、そう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 、でドボンしちゃった方がいらっしゃるんですね、うん、でもそれでも使ってたんだからね、やっぱお金は払うもんだと、うんうん、まあまあそうなんですけど ね、そうだな、うん、そっか、その感覚か、はい、なるほどね、うん、まあまあ難しいな、難しいです、難しいです、難しいです、はい、難しいです、この問題は、はい、逆に12番は取るんな、これ取らんのな、あと正解率が6割切るかもしれない、ね、やっぱりこう、ね、こういうところが差がつく問題かなっていうのを改めて実感しましたね、これは正解するべき問題に、うん、多分更新がなくて終了する旨を説明してるから、うん、いけるんじゃないかって思っちゃう、でも書面でも説明書と契約書別にやるってさ、そう、そこが多分、ね、問題文がね上手なんですよ、そう、うん、これスーって流して読めちゃうから、うん、引っかからないんですよね、そう、なるほど、そこにそこだ、契約前のその書面交付の事前説明があるから、うん、そこスーッて言っちゃって、うん、契約時の書面の話がないんだけど、うん、ここ言ってること自体は情報が足りないんだけど、うん、そのそこの部分の判断でしょうね、そうですね、あとまあ2番つけちゃってる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、これ多分定期建物の賃貸借契約であるか否かに関わらず、このあるか否かに関わらずってなんかちょっと怪しいんじゃって、うんうん、そう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 、それで罰っぽい、罰っぽいな、2番選んでる方やっぱ多いんですよね、あ、そうなのか、はい、まあ、この辺りはやっぱり読み取りの面とかも含めて、まあ似たような類題は過去問にもありましたので、選択肢1番に関してはね、そうですね、ある程度トレーニングしないと難しいのかな、だからまあ借地悪化法はねもう絶対絞ってやってほしいな、なるほどなるほど、だからいろんなことやるよりもなるほどなるほど、だからいろんなことやると当たんない、なかなかね取りにくいよね、時間もないしね、で逆に13番は区分所有権はよく結構できてたんじゃないですかね、はい、まあちょっと解きづらかったかもしれないんですけど、通知しなくてもよいよ、まあ、これ怪しいなみたいな、ね、そうですね、まああと2番選んでる方が若干かな、10% ちょっと超えてるかな、そうですね、管理者がない時ってどうだろうみたいな、ああなるほどね、それで深読みみたいなね、そうですね、別に普通だよね、なるほど、まあ、でも多くの方が多分正解できたんじゃないかなっていう感じはしますけどね、はい、
定の14不動産登記法これですよ。私あ意外とみんなできてるなと思って6割弱ぐらいあって、うんうん、久しぶりにちょっと高い正答率なんじゃないかなと思う。このねこの問題でこの正解率だと、うん、なんか結構頑張ってるなって気はしちゃうんだよね。そうですね、うん、登記識別情報を提供することを要しない。まあ、登記識別情報ってなんだかがね、はい、うん、分かって、まあ、代理業だから司法書士だから。そうですね。いやいや私はいいだけだね。番号がさいいだけだね。そういうことだろうね、はい、読んでてね。まあ、あとはここ文章的に何か要しないって変だなっていうふうに、ん、感じやすい問題文だったかもしれませんね、うん、この正解率見ると、うんうん、他の問題と比べてちょっとこれが怪しいかなっていうね。そういうニュアンスが。1番とかがさほら提供しなきゃいけないでさ、ね、権利だから、うん、移転の時ね、まあ、で3番とかはさその通知希望しないって言ってんだからされねえだろうとか、うんうんね、で送付先の住所書かなきゃ送ってこねえだろうとか、うんうんうん、そういうのでもねいけるかもしれないね。これまさにハートで解ける問題かもしれませんね、うん、だからね暗記庫なんだけど登記でも、うんうん、そうね流れでいけるかなということかな。まあ、これを取らせる問題にしたのかどうかわかんないけど、いやでも間違えてもやむを得ないかなって、うん、知識で解いたら間違いでしょう、うん、そうですね、ね、やむを得ないかなと思いますね。思います。はい、いやなかなか権利ね大変な問題もありますね。いやそうですね、やっぱり権利は難しい、じゃ難しいですね、はい、まあ、運もあってもね半分7、8はなんかね、はい、あるといいな、うん、ここまででね、そうですね、はい、権利関係、うん、でも大変だよねこれ受験生にしてみたら。いや大変ですよ、だって、ね、どうやっても過去問覚えてもダメじゃないですか、うん、ね、本当単純に10年分の過去問丸暗記するだけだと、うん、同じ問題文では出てくれないから、うん、読み取る力とかトレーニングしないと、うん、そうね、だからやっぱね読み取りと、うん、ハートで、そうですね、ハートね、まあ最終的にはハートですけどね。で法令はあとはあれですね、権利関係、まあやっぱりその理由付けとか理解をしながらちゃんとやるっていうね、そうそう、どうしてそういうルールがあるのかとかね。そうですね、似たような考え方で解ける問題増えますもんね。増える増える、感覚的にこう考えればいいかなっていう感性を磨くというか、うん、解き方のその解くために必要な考え方になってくるんですよね、うん、そうね、実は民法の考え方でそんなにいっぱいバリエーションないですからね。そうです、うん、そう、自由だから自由のなるほど、15番いきましょう。はい、はい、法令ですね。これはよね、これはね高度地区だからね、はい、まあ、高さっていうね、高さね、ないね、罰、うん、ね、はい、これは正答率結構高かったんじゃないですか、はい、ここはね、高いですね、7割超えてますね、はい、うん、はい、の16ね、いやここはもうちょっと、うん、はい、ね、ちょっとなんか言いたい、言いたい、物申したい、ここはじゃあ先僕言っていい？あ、いいよ、前日講座ズバリ的地おめでとうございました。博物館ズバリ的地ドーンってね来ました、ありがとうございます、おめでとうございます、まあ、関係ね、ただそうは言っても、うん、3番がこれ微妙だよね、吉野さんね。いやこれはですね、丸になってもいいんじゃないかなっていう感じはするんですけど、うん、この書き方だとね、だって僕もあれですもん、試験会場で見た時に最初丸えと思って、2博物館丸じゃないですか、で3番レッドゾーンの話じゃないのと思って、そう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 、でもクエスチョンで、いやひょっとしてこれなんか例外あんのかなと思って、うん、という話ですよね。ただ普通この書き方だと丸に、ね、したいところはあるんですよね。で2番がまあ明らかに丸だから、うん、2番の方が正解っちゃ正解なんですけど、うん、これ3番ただしね、支障がないと認められる時にはこの限りではないっていう例外があるんですが、 それ聞くと思わなかった。そこだったら普通ね、なんか例外原則はとか例外はっていう聞き方が一番いいかなと思うんですけど、ちょっとこれなんかね少し納得いかないと思いますね、うん、でもこれ最近の傾向ですけど、その法改正の内容が、配偶者居住権もそうだったんだけど、その基本ルールじゃなくて例外突っ込んで聞いてくることありますよね、うんうん、配偶者居住権終身のところが基本だから、最初そっちが来るかなと思ったら、うん、期間定めてる問題が去年来たりとか、ね、それで終わりっていうやつな、そう、うん、だから法改正の内容も原則ルールとあと例外、うん、例外まで抑えないといけない時代に突入してるなっていうのはすごい実感しちゃったんですよね、うん、そうですね、うん、まあ、でも正解がちょっと割れてるところありますね。あ、やっぱ 2,3 で分かれてる、 2,3 で割れてますね、うん、まあ、一応はつけないよな。そうです、一応は結構皆さんつけなくて、まあ、2,3 ですね、ね、過去問がある内容ですかね、うん、うん、なるほど、はい、問いの17、ここもよく皆さんできていらっしゃったと思いますね、うん、負荷できる、そうですね、うん、他がなんかバスじゃないかな、あ、そう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 、まあ、1,2 は多分過去問レベルで切れて、そう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 、で4もこれ一律に禁止、一律ってやりすぎじゃないですかね、一律はねえわなっていうとこだな、
はい、次問いの18、これ2と3で悩んでますよね、はい、皆さんね、うん、そうですね、うん、3が確かにね、そう、あの普通の何でしょう、道路のセットバックっていうか二項道路の話ですね、これね、うん、二項道路で特定行政庁が指定すれば道路飛びなされるよってやつですかね、うん、まあ、ただ2番に持ってかれた方が多いです、ね、受験生の方3番のところ 1.8 メートルで悩んだ方いると思うんですよ。あ、そうですね、でもね、大体ほら建築審査会の同意って特定行政庁をして最強だからね、もうできないよ、だって建築基準ザルじゃん、そもそも県警ザルだから、もう頑張りゃいいんだ、役所行って頑張って建築指導官でどうすりゃいいんだって頑張って、で政治家の先生ちょっと使って建築審査会に書き込んで、すみません、それね、あの法律無視してるから、そうそうそう、だから完全にね、だから仕事的観点で言うとね、それは仕事か、いやだから、いやいや県議はもう3番だろうって、3番だろうね、確かにね、で2番はね、俺はっきり言ってちょっと何言ってか分からなかった、あこれね、うん、だからもう3番かなって、まあ、こう2と3までは絞ってほしくて、うんまあ、2と3で迷ったらまあちょっとしょうがないかなって気は正直あるんですよね、そうだね、うんうん、まあ、特定行政庁指導ね同意を得て指定したら最強、はいはい、最強最強最強で、これ多分福井って初めて、あの間口一軒の話じゃないですか、うん、もうここだと思うんだよね、悩んだ方は 1.8、 なるほど、ね、2メートルじゃなくて 1.8 だったから、まあ、なるほどね、うん、ちゃんとこうね、一生懸命勉強でね、そう覚えようというね、そう、うん、まあ、なかなかね、そんなもんですね、いやでも結構難しかったと思いますね、はい、19、ここは、まあ、うん、そうですね、過去問にあるようなレベルなので、まあ普通に4番、うん、これむしろあのその、うん、正解率のデータが 85% 超えそうなので、うん、いや皆さん優秀だなと思って、そうだ、ん、ね、やっぱりもう確かに過去もありますけど、でもそうは言ってもそんなにね、基本中の基本っていうほどでもないから、ね、よく、うん、なんか5メートル未満とかね、そういうところで引っ張られそうだよね、そう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 、でもできないってね、うん、いやいや別にそう、ね、必要だったらやれよってね、うん、でもほら1番と2番と3番もちゃんとこう通り抜けないとね、そうね、そう、丸々丸って打たないといけないから、うん、まあなかなかね、受験生レベルが上がってるのを痛感します、はい、いや本当そうすごい ね、そうなんですよ、うん、それはすごいですね、さすがですね、はい、問いの20、これはどうですね、そうですね、これはもう定番です、うん、定番ですね、一番でね、土地区画整理組合の許可が罰で、うん、そう、はい、やっぱ何言ってるかちょっと分かんないけどね、ちょっと何言ってるか分かんない、でもこれ一番選んでる方データ的には 75% ぐらいで、さっきのタクゾよりも正解率が低いんですよ、あら、だから私はそこはちょっと謎でね、あ、だからそれってタクゾって絶対優先的にやれよってやっぱよく言われる、区画整理やってない方が正答率を下げちゃったみたいな感じですかね、区画整理ってちょっとコツつかめばさ、もう最近の問題結構できるんじゃないですか、だこの一番の、うん、土典型でしょ、土典型でもの問題集にも載ってるはずのテーマ、ポイントでもこれはね、はやってたら9割ですね、の問題じゃないですか、そうなんです、そもそも区画整理毛嫌いで、そうだ、そこもったいないなと思ったんです、ね、うん、うん、そうだな、うん、まあ、そういうことでね、はい、はい、で問いの21の地方がちょっとやっぱり、ね、まあ、ちょっと難しかったですね、ここは大変だったと思う、あの珍しくちょっと悩む農地法の問題が出てきましたね、で1番が多分これ使用貸借を、うんうん、同じような賃貸借と同じように考えちゃった方がねいらっしゃるかなと思うんですけどね、あ、まあ、そもそも民法上でもね、そうただだからね、保護されないよね、そうなんですよね、うん、そもそも民法上でもねこういう対抗力っていうのはないわけですから、実はだから今年その使用貸借に関する問題が、うん、先ほどのあの権利関係の問題とこの問題で2点分あるんですよね、うんうん、実質そうだね、使用貸借は登記が認められないとか、うんうん、対抗力が一切認められないっていうのも含めると、うん、使用貸借今年2点分出ちゃったなっていうね、うんうん、勉強した方とそうでない方で結構差がついちゃったなと思うんですよね、そうですね、やっぱり民法の原則的な使用貸借の考え方とか、うん、そういう仕組みシステムっていうのをやっぱり頭に、ね、残しておくと、まあ、解けたかなと思うんですが、ただやっぱりですね、正答率とか見るとなかなか厳しかったかもしれないですね、うん、あたりからやっぱりさ、賃貸意識してるやこれ、賃貸って使用貸借結構出るんですか、全然出る、あ、普通に出る、うんうん、だから使用貸借とか、ね、去年順位にとかさ、はい、なんか寄せて、あ、はいね、はい、両方受けるよみたいな、はい、別に宣伝してんじゃねえから ね、 ね、そうじゃなくてでもなんか寄せてる感じはするよね、うんうん、なるほど、うん、はい、まあ、4番で、まあ、21難しかった、ね、4番ね、正解が4番難しかった、ね、いやこれは発問ですね、多分、ね、これは農業委員会のおじさんたちがやっぱね、うん、農地はすげえよやっぱり
そうじゃない、これそれで丸つけるしかなくない。農地すげえやで、農地すげえよ。あ、だから2番ってほら過去問でさ、所有の的確だから、所有はダメだけど借りれるみたいな。で3番は分かんないじゃん。でも、はい、でも受け負ったものとかも多分含まれるんじゃねえ、なんとなくね、なんとなくね、うん、4番さ、だから相違した時に、うん、誰が決めるよって言ったら、うん、おじさんたちだよ農業委員会のまあでもそれを知事とかじゃないかとか市町村長じゃないかみたいな、農業委員会のおじさんだって間違いねえって、知事だってエリートじゃねえ農業委員会のさ、今後だから似たような問題出てきたら農業委員会出てきたらその可能性があるっていうふうに、まあそうですよね、考えちゃうのもありそうですね。農業委員会バザイみたいな農業委員会バザイ一緒に行きます、農業委員会バザイもね。で農業委員会ってねすごいなんかね窓口のね人いい人、あそうそう、ね、よくあの市役所の、うん、あの施設の中とか隣とかね、超丁寧でそう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 、いろいろね本当にねいいよ、はい、うん、役所の近くか農協の近くにありますよね、うん、そうですね、はい、それどうでもいいんだけどねでもなかなか難しかったね。いや難しかったね、難しい、うん、だから農地法法令の中で最優先で勉強してって言ってんのに、うん、こんなの出さないぞと思っちゃうね。いや結構これ解けづらかったです ね、うん、出てないしね、法令制限農地国土拓造ってのに農地これかみたいな、うん、法令で一番難しかったんじゃないかなと。いや間違いないですね、うん、だから今年は農地を取れなくてももうやむを得ないですね。そうですね、はい、他ないよ、はい、国土、いやこれはまあまあそうですね、ここは A 氏だしな、はい、1番はな、はい、2番は届け出、はい、これは8割超えてますね。なるほど、じゃあ問題ないね、はいはい、23番印紙税、まあ、印紙はやっぱりね、うん、まあ、予想の範囲っちゃ範囲だと思うんですけど、はい、多分ちょっと3と4と迷ったか、迷って間違っちゃった方多かったみたいですね。いやでもね、私もそうかなと思ったら意外とですね、うん、ミスは2番で発生してますね。あ、そうなの、多分あれ受け負いとその譲渡契約の、ああそう、区分してっていうところでね、そう受け負いと売買だと高い方なんだけど、一つの契約書だと売買そう両方売買、そうそう両方売買だから合計しなきゃいけないね、うん、これね、だ過去問だと、うん、なんかこうとおつとへいみたいな3つの足し算だったから気が付きやすかったけど、うん、2つだとね、過去問だとそのこうとしておつだったものって、土地の譲渡と建物の請負の話で過去問があるから、多分それと錯覚しちゃった可能性がありますね。だから問題文がそれ寄せてあるんですよね、うん、この表現が。なるほどね、うん、だからうろ覚えだとこれ2番で持ってかれちゃったんじゃないかなと思って、3割超えてるんですよ2番選んでる方、うん、なるほど。だから問題解いて考えるときに、うん、売買なのか請負なのかとか、うん、売買なのか賃貸借なのかとか、うん、どういう契約なのかってやっぱりちゃんとねこう丸つけながらとか、そうだな、キーワードにこう、うん、丸つけながら丁寧に読むのが大切かなと思います。間違いないですね、はい、これ4番でもあれじゃないですか、あの間違えてもねやむを得ないような。そうですね、土地の賃貸借って思っちゃうかもしれないですからね、うん、そうね、まあ、でもそもそも設備のある土地の特定のってあるので、うん、施設の賃貸借になっちゃうんですよ。そう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 、すごいよね、駐車場ってさ、そう土地だと思い込んじゃうの。いやそう、うん、だこれうまい問題だなと思って。いやいや、うめえなと思って。いやこれが設備のない更地だったら、いやだって俺最初だって迷ったもん、3と4と。ですよね。で迷ってちょっと待てよみたいな。先生、ね、座り直してさ。同じ。いや私もそうです。迷いましょう。二度見ちょっと続いて。二度見して。やべ、設備だと思って。本当だって、いやちょっと待てよ。これ二度見三度見して。印紙税出せみたいな。これ土地の賃貸借じゃなくて、うん、施設の賃貸借かと思って。うん、いやすごい、なかなか難しい問題、面白いものだったね。で3番がまたねちょっと解きにくいからね、うん、そうね、うん、覚書き、ね、自信持ち、そう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 、はい、多分丸なんだろうけどみたいな、そうそうそう、なかなかね、はいはい、24固定産税、お裏書いてきましたね、はい、ね、そうですね、取得税の番だと言われてましたけどね。そうですね、ちょっと、うん、ね、取られましたけども、うんうん、まあこれイレギュラーなのはね、あの長い年月で見たら別に普通のことなので、はい、うん、やっぱ地方税は両方ともちょっとやっといた方がいいかなとはいうところです、はい、何割ぐらい、どれぐらいが、いや結構低いんですよ、これはですね、やっぱ2と3で割れてて、あ、 50% ぐらいですね、うん、はい、なるほどね、1、4は切れたかな、1、4切れて2、3で7、4だって感じですかね、はい、うん、まあ、2と3はちょっと判断しにくいかも。2番がこれ表現がね、そうですね、表現これやっぱりこうちゃんとこう一度読んだことがないと、そうですね、この表現に4月1日とか、それでそうそう、そこでいずれか遅い日とか、それでまるで自信持つのは無理だな、そうそう、いずれか遅い日、以後の日っていう、そう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 、何言ってんだと、そうそうそう表現の難しいもんね、うん、まあ、あの過去問だと、あの固定資産課税台帳と、うん、その縦覧帳簿の、うん、いつでも閲覧できるかできないかっていう引っ掛けは
出てきてるんですよね。そうね、それは欲しいね。ただもうこれ確実に正しいよっていう正しい記述での問われ方ってないので、うん、なんかそこで多分迷ってしまった方は多かったのかなって感じですね。しかも固定資産税ね、市町村だからなんか条例で定めるっぽいなみたいな。でだって条例表現あるからね。そうそうそう、決まってるけどね、うん、都道府県とかだったらね、まず打ちやすかったと思うんだけど、市町村だからね、そうなんですよね、うん、結構うまく作ってありますよ ね、うん、はいはい。ちょっと税金はちょっと2問中2問落としちゃった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。迷って落とした方ちょっと気の毒な感じですよね。本当です、多分2択で絞れてるんだけどっていうところでね、外しちゃった方がいらっしゃるんじゃないかなと。その分地下工事ちょっと頑張ってほしかったかなっていう、これは取ってほしいです ね、うん、2番損する、損する、損してない、はい、損してない、これちゃんとね、まあ、鑑定評価に貼っててもちょっとできてほしいね、うん、そうですね、まあ、多分大方皆さん鑑定評価で貼ってるね、受講生さん受験生さん多かったかもわかんないんですけど、うん、本当最近ね綺麗に交互に出てるからね。あ、そうそうそう、でもさ30年っていう長い目で見ないといかんと思うよ ね、 もうね完全に山春なねこの資格は、まあ、確かに、あ俺の主張、うん、はい、10年じゃねえなと思うんだよね、はい、関係のある公共施設の管理者ですよね。いや 今頃ですか。そう出てくれればよかったのにね。いや出てくれると思ってなんかさなんか作っといたんだよね。何が一番表現でいいかなと思ってさ、これやっぱり光る言葉じゃない、ね、なんかね、うん、そうモンティ墓場着替える時間になるからこれにしたの今日。なるほど、普通の数字で、はい、今日はね、はい、宴だからさ、はい、飲んでねえけど別に、はい、うん、はい、ということで2番は入ってほしかったです、はい、両方合います。さあここでちょっと話したいこと一つありまして、なんだ、ここにですねカラフルにちょっとペン並べてるんですけど、うん、私これ今日試験会場で2つ試したんですよ、うん、あの実際、うん、腕時計って限定されるじゃないですか、うん、置時計いけるかどうか、うん、置時計って、うん、最初1人 の、 あの監督員の方に聞いたら、うん、あのアラーム切ってあれば大丈夫ですよとかって言ってもらったんだけど、うん、あのもう1人の方からやっぱり腕時計じゃなきゃダメですって言われて、うん、結局時計なしで私今日やってたんですけど、うんうん、はい、これダメでした。なるほど、ダメでした、うん、で置き時計ダメだったんだけど、うん、ペンはもうずっとこの状態でもうめっちゃ目立つじゃないですか、うん、目立つね、何にも言わなかったです。マジか、だ筆記用具はやっぱ広くやっぱこう許容されてます ね、 なるほどね、感覚的に、ね、受験用にも筆記用具としか書かれてないんで。なるほど、筆記用具だもんね、うん、そう筆記用具、え、なんで赤で、なんでピンク、なんで蛍光で書いちゃいけないんですか何かみたいなね。マークシートはちゃんと鉛筆で塗んなきゃダメだけど、うん、あの問題解く時とかはあんまりうるさくはない、うん、俺さ今日さマークシートね全部さ2個ずつ塗ろうと思ったのよ、はい、問いの1、2個みたいな、はいはいはい、でもさ一番先頭でさ、はい、前なんか試験官なんかサーリーちゃんのパパみたいな人がさなんか俺に熱い視線こうなんか見てるのよ。あいつ何やってんの。2個塗っちゃったらさなんかさすがに2個塗っちゃう、あのダメだよとか言われちゃったら超恥ずかしいじゃない。やれなかったよ。確かに今日全部2個塗って100個さ塗ってみよう。100個塗ったんすか。塗ろうと思ったらモチベーションいったのよ、はい、ダメだった。すいません。じゃあまた次回チャレンジしていただいて、来年は頑張りたいと思います。竹漁法、ね、個数問題は5問でしたね。はい、はい、まあでも標準じゃ標準ですよね。そうですね、はい、そうなのよ。で両方難しいのもあったけど、はい、こう1ね、26とかは取るよね。そうですね、これは取るよねみんなね、はい、いやでもこれ結構ね3倍選んでる方も2割ちょっと超えてて、あこれ免許証見落としたね。そう免許証見落とした。そうやっぱこういろんなものがずらずらずらって並んだ時は、はい、丁寧に指差し確認してよしよしよしってやっていかないと。そうですね、いや持って帰っちゃうかもしれない、はい、やっぱ引っ掛け方ちゃんと認識しとかないと、はい、うん、それは3番はパツって、はい、ですね、言ってほしいね、はい、うん、27はこれ1番、まあ、高いですね。ね、これ結構ね、うん、あの正解率は8割超えてたので良かったですね。1番でね、はい、うん、結果ねいけるのは、はい、はい、だここは27番って実は1番を正しいって判断できたら、うん、とりあえず1を丸にキープして、うん、次の問題進んじゃって、うん、全部解き終わってから多分234やった方が良かったと思うんですよね。そうね、だから、まあ、計算とかね、そう、そう、特に4番がね、うん、4番とか、まあ、4番でも計算しなくてもね19万8000円だから、あ、そうそうそう、それが見抜ければ、そうそうそう、でもそうは言いながら自分計算して、あ、計算した計算して計算終わった後であれみたいな、あ、そうだ19万8000円だから計算無駄だったと思って計算した俺よかった数字合ってるぞみたいな、仲間で、よし大好き、数字合ってるぞみたいな、あれ回答2、いやでもそもそも19万8000円だみたいな
だからそれを含めてやっぱ時間をうまくコントロールするために1が丸だと思ったらとりあえず保留してね、そうなんです、こう次進んで全部終わってから検証するのが良かったかな、はい、ね、まあ、正しいものはどれかで一番丸だと思って何やかかれたね、そうそうそう、後から見たら、まあ、後から検証はしそうですね、そうそうそう、それで終わりにしないでね、はい、で見ればもしかして引っ掛けがある可能性あるからね、そう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 ね、うん、でもそうでね、それで一応もうほぼ丸って当たりつけられればいけたかなっていうね、はい、問題かな。次問いの26はもうこれもいけるんです、28ですかね、あ28か、そうね、いやこれ結構ね正答率低いんですよ、あそう50% 下回ってるかも、そう 50% 下回ってますね、これはやっぱりねこの1番のようなタイプ読み取りにくいんだと思うんですよ、個人から媒介仲介なしに購入、でもこれ面白い問題で、うん、買い主が売り主に従接するのかって話で、いやそうそうなんですよ、でもでも買い主がすいません今からのこのあなたの不動産買いたいのであなたの不動産の説明私からしますから聞いてください、うん、そうなんですよね、だから従接をなんかしないといかんみたいな、いや多分これもしかしたら37条の契約書って、うん、業者が買い主でも作んなきゃいけないじゃないですか、そう、だからそれともしかしたら知識混同しちゃったかもしれないですね、ああ、はい、重説って書いてあるよ、いやそうなんですけど、ああだから読んでる、ね、そこでそう、そこやっぱり区別つけてないと、うん、契約書はお互いに持って証拠として持つ書面、うん、で十字句説明はこれから買う人これから借りる人がこうどういう物件か理解するためのものっていうのがこうやっぱり最初にあればいいんだけど、それを学ばないで過去問ガンガンやっちゃうと、こういうので弱くなっちゃう。あ、それがね、そう、ただのもう暗記で気合でいくと、重説とかってもうなんかしなきゃいけないのを覚えるのって手一杯で、そう、もうそもそも本質、うん、だから商品説明、37条は合意した内容を書くっていう、それをしっかりとさ、そうなんです。結局仕事でもさ、重説やった内容はさ、全部ね、もうコピペじゃん。コピペじゃんって言うと、じゃん、コピペなんですよ。同じようなこと書いてるんですよ。だからもう、なんかもうごっちゃになっちゃうね、でもそれじゃいかんという試験はな、まあ、テンプレートが決まっててね、そう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 、あの個別の情報だけちょっと穴埋めする感じですよね、そう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 、ね、はい、うん、だからねちゃんと考えてね、はい、まあ、あと3番つけちゃってる方も結構いらっしゃったみたいで、宅建業者は、ね、やっぱり売り主に対して重説説明しないといけないよって書いてあって、多分その売り主っていうところも 見落としちゃったりとか、うん、かその辺勘違いしちゃった人もいるかもわかんないですよね、作成しなきゃいけないは間違えてね、だめ4番はは少しですね、あ少しなんで、はい、10% ちょっとですね、なるほどね、はい、間違えた方やっぱ3番選んじゃってる方が多いですね、そうか、だからこれ結構、うん、多分我々が解いてる感覚だと、うん、その基本問題だし優しく感じるんだけど、うん、受験生やっぱこう過去問中心で学習するから、うん、ここやっぱ違和感感じにくいのかもしれないですよね、うん、だこういうとこもっとねこう注意喚起する必要があるなと思いますね、そうですね、うん、はい、29は、はい、これはいいんだよね、これも結構低いです、あこれね1番でね、うん、って分かる気持ちは、あの金庫に処せられましたと、うん、牢屋いますと、処せられから30日以内に登録を受けた地位届け出と、金庫になって牢屋にいる、うん、牢屋にいるのにどうやって行くんだっていうね俺も受験の時思った牢屋にいて、もう今無所できるのかと、無所にいるんですよ、でもごめんなさいって監視にね、お願いします、あの登録消さなきゃいけないんで1日お暇をくださいみたいな、おおしょうがないなみたいな、やるかみたいな、やるかみたいな、いそうなんだけど、ね、だからなって人がね自分でそのね韓国の長だっけなんかね言ってくれるんだよね、だから言ってだから名前は自分の名前だけどね、いけねえから都庁とかそれないもんね、なるほどなるほど、それでじゃないか、うん、まさか自分がみたいな、うん、まさか自分行かねえだろ、金庫になってんだからみたいな、うん、なるほど、あと3番大臣が気づかなかったんですよ、そうだからこう大臣、ね、都道府県知事をさ多分気づかなかったんじゃないですかね、あだから知事の講習大臣の講習がちゃんとちょっとごちゃごちゃになっちゃってたみたいな、ね、そうでもそんなに過去問出てないから、うん、やっぱこう盲点になってる可能性がありますよね、多分テキストとか講義で強調してるから、ね、そうこっちは知事こっちは大臣みたいな感じでやるじゃないですか、うん、だから講義とか聞いてれば多分印象残ってるんだけど、そうじゃないとちょっとねあれかもしれないですね、これがスルーしちゃってるかもしれないですね、はいはい、問いの30、あこれ は,、ね、これはうん、うん、なかなかねえね、でも皆さんよく頑張ったと思います、うん、多分でもねこれあの2番選んでる方が 30% ちょいで、うん、3番 65% ぐらいで、うん、でこれ1つ2つ3つだったから、うん、あの4つだと思った人も多分3塗ってんだよね、そうそう4つかなと思ったら、でも3があるから3だみたいなだから3つか4つか分かんないけど、うん、4つないから3でいいじゃんみたいな、そう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 、まあ、その感覚ですね、そこも含めてね、あのうん、あとかいい難しいですもんね。あと、うとえはね、感覚でいけると思うんですけど、そう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 、あとえがね、うん、覚えてないときついですね、これはね。ね。うん。
6ヶ月1年1年ですね。そう1年、はい、で伊賀またこれ初登場でしょ。これそうですね、特定取引犯罪収益、ね、別の法律出すんじゃん、移転防止法、ね、びっくりしちゃって、うん、そう、そうね、えっと思って反収法出してきましたからね、うん、そうだ ね、 ですね、ちょっとねびっくりだね、はい、これびっくりしました、うんうん、これあの業法でびっくり系のこれちょっと無理じゃないっていう、そうですね、問題だと思う、はい、うん、はい、自分は思いました。4つがあったら、うん、4がなしじゃなくて4つだったら、いやもっと生活費も額が半分ぐらいになっちゃうと思います。だからそれこそが向こうさんのね、そう、その配慮ですね。そうだね、配慮、一応配慮してくれたんじゃないかなっていう、まあとウトイが判断できれば点が取れるという、そこの心遣いがちょっとね、あとウトイが判断できれば今分かんなくても点あげるよっていうね、はい、だから来年以降でもこれやるんですかね、これ犯罪による収益移転防止法、いやー、いやどうだろうね、ちょっと悩む、ね、どうしようと、数できちゃったからやらざるを得ないですよね、まあ、正解者扱いだからね、そうなんですよ、これはね悩ましいです、うん、はい、まあしょうがないね、はい、はい、問いの31、これはですね、あ、よくできました、これできたね、はい、うん、ほぼ 90%、 90%、はい、問いの32、これも 80% 超えてました、まあそんなに ね、 ね、あれですね、うん、そうかね、問いの33、ここも7割程度、7割で、まあ、個数問題としてはよく皆さん頑張ってたって感じですね、そうかそうかそうか、これ絵のところで、うん、まあ漢字読めなくても問題解けるから、うん、気にしないで解いちゃった人勝ちかなと思うんですけど、随分先まで来ました、そう、こうおつへいでこうきぼうしじんき、もう久しぶりに見ましたね、そう、実感なんかね、そうもう久しぶりに見ました、ね、昔の過去にありましたけどね、うんうん、そうですね、うん、すごいね、久しぶりに見ましたね、いろんな人出た、でもこれ多分おのれけって読んだ人いるんだろうなと思って、オツの誤植かな、オツかな、そう、いろんなね、うん、まあでもそれは全然丸バツ判断には関係ないから、そうね、うん、欲しいね、はい、うん、問いの34、あ、これはね難しかったですね、うん、その難しいよね、で全部これはいやらしいです ね、 ね、これ割れてますね、うん、はい、14で多分悩む感じですね、でも2番も3番もね 10% 超えてるので、うん、やっぱこれ受験生にはやっぱり判断つかなかったんだと思います、ね、ちょっといやらしかったですね、うん、はい、はい、これハートで解くとどう答えたらよろしいですかね、うん、いきなりの無茶振りがね、無茶振りだな、ハートで振りかな、ハートじゃちょっときついね、でも4番って、うん、耐震診断受けたんですよと、うん、中身は内緒ですみたいなね、うん、その胸だけはちょっと足りないかなって感じですね、耐震診断受けてるんですよだけだと、受けてどうだったのと、そう、え、地震に強いの弱いのやばいのやばくないのみたいな、その胸っていうね、そう、だからここなんです、指示語なんですよ、だからそういうことよ、そう、だからそう、耐震診断を受けたものである時その胸っていうのが何って、だこれが耐震診断のもその胸って中身だと思っちゃうと、いや本当そうですね、全部丸でどうするみたいになっちゃって、うん、もうねどうしようもないよね、これはね、ちょっとね、だから指示語だよ、だから日本語なんだけど、だから耐震診断を受けたものであります、でもこれ私が受験生だったらちょっと勘弁してほしい問題かな、今教える立場でこれもずっと見てるから、あ、そうそうそう、そう、耐震診断の診断、ね、だってこれどう考えたら最初全部、ま、丸いや私もこれ悩みましたもん、これなんでしょ、しかも1番でこの聞き方ってないじゃないですか、建物状況調査を過去1年以内に実施してるかどうか、ちょっと待って、1年以内1年を経過しているものとかって話なんですよ、1年以内とかで、ちょっとそこにあるかなっていうので、そこにもしかしたら答えがあるかもしれないと思っちゃう方がやっぱいらっしゃる、だから1、3割超えてるんだ、あ、そうだと思うよ、だから自分そこ疑問に思わないで、うん、丸〇〇×で、うん、ああこれ受験生ちょっと気の毒だなと思って、それこれ引っかかったなと思って、いや、むしろ1引っかかんなかったことに今恥ずかしかったです、普通カッコで書いてあるじゃないですか、1年経過したものを除くとか、それでみんな慣れてるから、そう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 、この1年以内に実施してるかどうか、うん、みたいな、そうそうそう、いやここでね言い回しがね、だってね、怪しいよ、私が講義で言ってる表現なんだ、あ、自分で言ってるのね、だから丸なんだね、言わなかった、偶然ですよ、なるほど、カッコ言わないじゃないですか講義だと、そうかそうか、偶然講義で丸だから見直して4番で気づくけど ね、 そ、 ね、そうかそうか、そうか、あ、だそれでやっぱ受験生引っかかっちゃったんだな、そう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 、そうか、なるほどね、いや難しい難しい、やっぱその読みせそのカッコの中に書かれてることをちゃんと理解しておかないと、そう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 、表現の変化対応できなくなっちゃうね、いや本当そうですね、うん、丸分けだと厳しい感じでしたね、うん、これね、うんうんうん、まあでもしょうがないです、ここはあとそのっていうね、そこだね、まあ、ここの問題ね、取りこぼしても不合格には直結しないん で、 そうです、ね、もう正解率4割切りそうなんで、なるほど、そこは心配しなくていいかなと思うんですよね、問いの30が取れてるな、35は、そうですね、はい、8割近いので多分大丈夫、問いの36、36も、うん、まあそれなりに大丈夫だと思いますね、ですね、はい、37、ここがこれがやや、これがですね、結構強烈な、強烈ですね、うん、まあ、意図はね、いい×う丸でいくんですが、あですよね、あ、多分多くの方が×つけちゃったと思うんですよ、うん、これね、
これそうなん、ね、青×だと多分考えてたら1番選んだ方が 83% ぐらい、うん、8割超えてて、うん、で2番の方が 15% ぐらいなので、あのやっぱり青を丸って判断するやっぱ難しい、難しいですね、うん、まあ解釈運用だな。そうですね、まあ実際これ問題初めて読んだ時に、うん、自分も 50-50 ぐらいの感覚でしたからね、うん、その前のものだけだったらこれから変わっちゃうのにそのことを伝えなくていいのかって話になるし、うんうん、でまだその確認受けてないのにその新しいものだけじゃダメだろうと、うんうん、でそう考えてやっぱ兵器が一番いいのかなと思うんですけど、うん、でもそこまでね、うん、冷静に考えられるんですよ、なかなか難しいと思う、うん、これはもう間違えてもやむを得ないですね、はい、はい、うん、はい、難問でした38。あ、ここは結構皆さん頑張ったんじゃないですか、ね、9割ぐらいいってるんじゃないですか、ね、いいですね、本当だ、9割超えてますね、ここはもう、うん、大丈夫ね、大丈夫ですね。鳥の39は39、これもできる、これ8割ちょいぐらい、はい、うん、取らないですね、はい、鳥の40ちょい、これ面白い問題でしたね、ここは面白かったですね、あのネタ的な感じじゃないですか、うん、2番と3番で迷ってますね、あ、そう、いや、これ悩むかもしれないですね、いとかもなんか微妙っちゃ微妙ですからね、これね、あ、はい、やりゃいいだろうみたいな、そう、貸主の代表者だね、自ら頼むね、ここ、これ面白いですよね、面白いもんだ、ね、代表者が宅建取引者なんですよね、そうそうそう、そう、うん、だから過去問だと代表者が宅建師じゃない場面で、ベテランだから、ベテランで、ベテランで社長持ってねっていう、20年以上頑張ってね宅建業やってるからベテランでみたいな、そう、ベテランでってね、うん、結構いるから好きよ、だからこの問題結局、うん、代表者が宅建師だから宅建師が作成決めし、うん、説明宅建師が担当するだけなんだよね、うん、だけどそれちゃんと読み取れたかどうか、だから代表者はダメとかって覚えちゃダメなんだよね、うん、ちゃんと意味理解しとかないといけないから、あと、なんかせっかくお越しいただきましたので宅建師である私が決めおいて、嫌なタイプだねこれ別に決めおいわざわざ、いや、なんかこのだってさ、対応でいいじゃなくていいの、せっかくお越しいただきましたのっていうこの恩着せがましい感じ、はい、うん、こいつ多分営業できないねこれなんでこれこれ分かんないですけど、うん、これ訂正する必要性ないじゃないですか、うん、あ、そう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 、別に前のままそこでパスするのか、いやだから、うん、いやだから別に訂正する必要性はないけど、うん、訂正して構わないんですけど、うん、これ普通こういうのやるんですかね、いや、あんま聞いたことないんですけどね、わざわざ、いや、訂正して自分の名前をしてからってね、うん、訂正こう二重線引いて、判子して、うん、そこに自分のやつこう書くんでしょ、うん、見にくくなっちゃう、ね、そう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 、そのままいろいろだから、ね、そう、うん、そうだから、あ、それでいろいろ考えちゃった、そう、うん、の方もいるかなと思いましたね、なるほどね、内容的には、法的には、宅建業法的には丸なんですけど、なるほど、うん、そうか、面白いね、はい、うん、ちょっとストーリーでね、でも若干やりにくいね、はい、やりにくいですね、まあ、でもこの問題作った方頑張って作りましたね、そう、これ1問作るの多分相当違う、判決文問題ぐらいかかるもん、すげえ悩んだと思うよこのストーリーをね、これはそう30分1時間じゃ絶対できない、ね、この言い回しとか日本語の言い回しとか普通の条文じゃないからね、だからすごい力作だと思いますね、いや力作、うん、もう今回もね、いやこれは一番のあれじゃないですか、そうそうそう、頑張りましたでしょうみたいな、そうそうMVP じゃなくてなんだっけ、賞をあげたいですよね、いや頑張った、すごい我々上から目線で上から偉そう、相当偉そうですからね41番、これはできてるのかな、個数だけど、まあ、60% か 70% ぐらいって感じですかね、じゃあ個数では取りたいな、まあ、まあそうですね、はい、問いの42、ここもそうです、ここは取りたいですね、うん、はい、媒介の基本的な知識、ね、8割超え、はい、はいはい、43、ここもまあ、担保責任の特約制限の典型的な引っ掛けということで、なるほど、制度率は 80%、90% ぐらいの、なるほど、高い、はい、はい、素晴らしい、大変の44、これもよくできてますね、ここも 90% とかだったなので、そんなに苦労してるところじゃないですね、はい、40、まあ、ここはね、改正点ドビンゴみたいな感じですね、ここはね、45の貸し担保履行法は選択の3番、あ、45ね、はい、45、うん、そうね、うん、基準から3週間、これもみんな時取れてたね、ちょっと低いですかね、 70% ぐらいですかね、 70%、 はい、45、そうか、何がいけない、多分基準日から3週間経過する今までの間で、改正点の多分初めて見る方もいらっしゃるかもしれないです、改正点の問題って、あ、なるほど、はい、であと4番かな、4番承認がなくてもできる、うん、ちょっとそこっちに触れちゃってる方もいらっしゃいますね、あとは1番も結構 10% ぐらいなんですけど、1番いかんね、1番はちょっとね、あれですね、そ
そうですね、はい、1枚選んじゃってる方が 10% ちょっと超えてて、4枚選んでる方が 10% やっぱりちょっと超えちゃってる感じ、はい、まあでも3番選んでる方が7割超えてるので、うん、まあまあ良かったかなと。そうですね。ちょっとさっき糖尿10番の胃のところでちょっと中途半端にさっき説明しちゃったので、うん、あのもう一回答えの理由だけ確認したいんですけど、糖尿10番の胃は、うん、あのさっき水野先生がね先ほど最初にお話しいただいたように、うん、建物の貸主だからダメなんですねこれね、うん、あのちゃんと義務を負っている人がやんなきゃいけない、うんうん、ってことですよね。そうそうです。はいはい、すいません、ちょっと補足しておきます。ちょっと別の話を しまくっちゃったので、はい、勘違いしちゃいけないなと思って、はい、D は×になりますね。はい。で、46。はい。はい。購入に付随する。あ、これ定番ですね。これはそうですね、多分ね。正当率。9割近くいってますね。47。ここも、まあ、これも、はい、皆さんよく頑張ってると思います。はい。ちゃんとできてた。はい。着地できてましたね。はい。48、まあこれ 1,2,3 が切れるかなみたいな感じですかね、うん、4は多分勉強してる方少ないと思うんですよね、いやいやいや、はい、まあ増えてるからってね、いや本当は増えてるから。でもなんか去年とか今年の10月の試験に関しては本当楽ですよね、うんうん、だから今年もこうなんかほとんど上がってて、そうです、ね、下がってるのがね、うん、マンションと、うん、はい、不動産業の売上だけみたいな、ね、はい、うん、やっぱその上がってるか、地方4市以外の地方か、ね、そうそう、うん、だから、うん、あの上がってるか下がってるかをまず最優先で抑えれば、うん、統計は取れる問題出してくれるので、そうですね、ね、そう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 、本当、うん、ね、諦めないで、はい、前日当日でもね、うん、なんとか取れるテーマではありますね。そうそう、うん、49はこれもいけてるのかな、みんなの、そうですね、まあ、ですね。でもこれも定地ですからね、定地だからね、好ましくはねえだろうってね、はい、本当にすぐねいけそうだね。50番はこれは、まあ、これらを併用する場合はない。そうだね、多分違うだろう、多分違うだろう、そうそう、まあ、結構多分 1,2,3 はこれ分かんない分かんないどうしようっていうようなね、ちょっと細かいところだったりとか、そうそうそう、いや1番と2番とか3番見たらちょっとえーってなるよね、知らないからね。でも4番見たらホッとする感じ、そうそう、場合はない、多分これ場合はない、場合はないって、ね、あ、来た来た来たみたいな、場合はないってね、うん、で組み合わせる場合あるんじゃないぐらいでね、うん、まあ、5問免除はそれなりになんかこう、ね、はい、まあ、ちょっと時、ね、そんなにいい部類なのかなっていうのは、うん、はい、思いますね、はい、はい、さあ、じゃあということで、はい、ね、どのぐらいの合格点になりますかね。そうですね、いやこれ難しいですかね、いや、まあ、いろいろ総合的に考慮して、はい、受けた時難しかったんだよな去年よりな、うん、でもこうかな、はい、はい、はい、まあこれが一番本命なの間違いないんだよな、うん、そうですね、うーん、あら同じになっちゃいましたね、同じ、あ、じゃあ今日珍しく今年は皆さん一緒じゃないですか、あ、はい、まあデータ的にはね、そう、うん、ね、感覚的にはね絶対ね難しいと思ったよ去年、うん、全体的にね、うん、受けてね、だけどできてるんだよね、多分あの期間の問題とかも、うん、やっぱりこう半分超えてたりとか、そうそうそう、ね、知識ではそう無理だけど、うん、読んでちょっと頑張ったこれだろうって言って、うん、当たってたりしてるんだよな、そうですね、うん、勉強方法、まあ、さっき特定取引も、うん、ほら3つと4つで、うん、3つが集まるとか、はい、うん、そのそういう運も、あ、そうそう、だからあれとかってさ、そうそう、まあ、技術というかね、うん、そういうね、これも丸っぽいから、うん、こっちの方が確率、うん、どっちにどっちかって言ったらね、そうそうそうっていうさ、そのそれってもう知識じゃなくて技術、受験技術じゃん、うん、ね、ああいうのってそれで持っていけたりするから、うん、だからそういうのも含めるとね、でもそんなみんな知ってるわけじゃないと思うからさ、うん、ね、そうですね、やっぱりそこを努力してこれてんだろうな最近、いや結構皆さんね、最近の受験生はその辺を考慮して勉強されてると思います、うん、はい、やっぱだから、まあ、ね、人数受験者減ったじゃないですか、はい、だから減った分そのね本当に受かりたいっていう、うん、ね、そういう値上がりしたじゃないですか、うん、やる気のある、うん、確かに値上がりごときで諦めねえぞ、でも、ね、私の前の人と前の前の人と横の人ね欠席だったんですよ、うん、マジで、うん、宮崎くん来るって分かってたからじゃん、え、待って、宮さん来るからじゃあ俺行かないみたいな、ね、それすごくないですか、あれ来てくれればね、俺すごいですね、見れたかもしれないもんね適当マークしててね落ちちゃう、適当マークで、そうだね、そっか、
まあ、でも分かんないんですよ ね、まだね、はい、11月22日の、はい、1ヶ月ちょっと発表までは、はい、本当にね、このドキドキの中だと思うんですけれども、いやまずね、本当皆さんお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。ですね、いやこの難関試験に ねチャレンジしてここまで頑張ったっていうのは本当に素晴らしいので、ね、大変だったと思いますけどね、まあ、しばらくちょっとゆっくりちょっとゆっくりしていただいてね、あの体休めながら、はいはい、やって少しリラックスしてね、本当ね、まあ、もう応援してくれた家族とか友人とか大切な方にね、まあ、感謝の気持ちを伝えてね、はい、ゆっくり体休めてほしいですね、はい、そうですね、うん、いいこと言うね、いやいや、ありがとうございます、ねうん、じゃあ本当今日はね、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした、ありがとうございます、ね、ゆっくりしてください、うん、あとはね、まあ、あのゆっくり休んで合格発表ね、楽しみに待ってください、はい、まだ点数って本当下がる可能性とか、はい、まあそうですね、うん、我々のあれが全てではない、あんだな、あ、ないのかも、私今日ずっとなんか日経学院スタジオにいたので、うん、ちょっとそういうの全然終えてないんですよね、あ、そうなんですか、実は、うんうんうん、まあでももしかしたらね、その合格点はちょっともしかしたら下がるかもしれないし、そう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 、ね、まだ我々が全てではないので、そうそうそう、まあやっぱりね、ね、一応出してはいますけど、うん、下がるに越したことはね、本当ですよ、合格点もね、もう35とか34とか下になればなるほどね、うん、多くの方が受かっていただけるんですかね、うん、その方が本当嬉しいので、うん、そこを外れて34とかなってほしいかな、まあそれはそれでね、やっぱりね、あの、良かったなと思いますけどね、外れちゃったらちょっと申し訳ないかなっていう話なんですけど、うんね、下に外れる分にはいいんじゃない、そうですね、ね、うん、とね、まあ、はい、本当に皆さんお疲れ様でございました、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、どうも、じゃあ今日はこれで終了ということで、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします、はい、じゃあまた、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、お疲れ様でした。